カタール W 杯は28日グループリーグ第2節を行い、 H 組のポルトガル代表はウルグアイ代表と対戦し2対0で勝利した。2連勝で勝ち点を6に伸ばしたポルトガルは最終節を残してグループリーグ突破が決定。ウルグアイは1分1敗の勝ち点1で最終節を迎えることになった。序盤からポルトガルがポゼッションを高め、ウルグアイを押し込む。前半4分、浮き球のボールを FW クリスティアーノ・ロナウドが胸で落とし、MF ウィリアム・カルバーリョ・ベティスが右足ボレーで狙うが、大きく枠を外れた。前半16分には、フォワードジョアン・フェリックス・ A ・マドリーが右足でミドルシュートを放つが、ディフェンダーがブロック。同18分、C ・ロナウドの直接 FK も壁を直撃した。耐える時間が続くウルグアイは、前半32分、中央から MF ロドリゴ・ベンタンクール・トッテナムが個人技で突破。GK との1対1に持ち込んだが、GK ディオゴ・コスタ・ポルトのビッグセーブに阻まれた。ボール支配率では上回りながら、なかなか決定機を作れないポルトガルは、後半40分、左サイドバックのディフェンダーヌーノ・メンデス・バリエスジーがピッチに倒れ込むアクシデント。涙を浮かべながら自ら歩いてピッチを離れ、ディフェンダーラファエル・ゲレイロ・ドルトムントとの交代を余儀なくされた。前半はスコアレスで折り返したが、後半9分、ポルトガルが試合を動かす。PA 左手前の位置でボールを受けた MF ブルーノ・フェルナンデス・マンチェスター・ユーが右足に持ち替えてクロス。これに C ・ロナウドが飛び込んだ。ヘディングで合わせようとした C ・ロナウドの頭をかすったか、かすらなかったか。C ・ロナウドの飛び出しに対応せざるを得なかったゴールキーパーは反応できず、ボールはそのままの軌道でゴール右隅に吸い込まれた。ド派手なガッツポーズを見せたC ロナウド。スタジアムのビジョンでも、一度は得点者としてC ロナウドが映されたが、その後のアナウンスで、ブルーノ・フェルナンデスが得点者としてコールされ、公式記録上も、ブルーノ・フェルナンデスの得点となった。1点を追う展開となったウルグアイは、5バックから4バックにシステムを変更し、反撃に出る。後半28分には、FW エディンソン・タバーニ・バレンシアに代わって、フォワードルイス・スアレス・ナッショナルもピッチに入った。ウルグアイは、後半30分、途中出場のフォワードマキシミリアーノ・ゴメス・トラブゾンスポルのミドルシュートが右ポストを直撃。試合展開は一変し、ウルグアイの攻勢が続く。同33分には、MF ジョルジアン・デアラスカエタ・フラメンゴの左 FK から、ニアサイドのスアレスが決定機を迎えるが、左足のシュートは枠外。チャンスを作りながら、最後まで1点が遠かった。ポルトガルは、後半44分、ブルーノ・フェルナンデスがドリブルで仕掛け、PA 内で対応したディフェンダーホセ・マリア・ヒメネス・アトレティコ・マドリーが体勢を崩して倒れた際に、手がボールに触れたとして VAR が介入。ポルトガルに PK が与えられた。これをブルーノ・フェルナンデスが落ち着いて決め、2対0。ポルトガルが勝利を決定づけた。2試合連続の無得点で、1分1敗となったウルグアイは、勝ち点1のまま、12月2日の最終節で、勝ち点3のガーナと対戦。2連勝で、2大会連続のグループリーグ突破を決めたポルトガルは、1分1敗で、勝ち点1の韓国と対戦する。